皆さん、ミャンマーと聞くと何を思い浮かべるでしょうか。民主化、アウンサンスーチーさん、軍事政権など様々なキーワードが思いつくかもしれません。最近のマスコミではアジア最終のフロンティアという取り上げられ方もしています。今回の ETV 4課題では最近注目を集めているミャンマーに迫っていきます。今ご覧いただいている映像はミャンマーの有名な寺院シュレタゴンパゴダです。こんにちは、大川です。僕は四日市大学環境情報学部で学んでいます。ミャンマーのヤンゴンから四日市までやってきました。今回の ETV 4課題では最近注目を集めているミャンマーについて迫っていきます。特に四日市の中小企業と大学の関わり方に注目しています。まずはじめにミャンマーの専門家である松本先生にお話を伺いました。どうぞ。松本圭司と言います。今なぜミャンマーが注目されているのか。2000年から2002年まで2年間ミャンマーで仕事をしていたものの経験と、その後毎年のように行っておる中からですね、どのように変わってきて、そして今どんな点が注目され、そして今後どのようになっていくのか、まあ、こういった点を政治経済にとどまらず人々の暮らしとか、あるいは国民性、観光、まあ、こういった視点から少しお話をしたいと思います。まずミャンマーというとですね、すぐ思い浮かぶのはおよそ3つだと思います。1つはいわゆるアウンサンスーチー、2つ目が軍事政権で、3つ目がビルマの盾事と。ところが最近変わったのがですね、軍事政権、3つのうちの1つの軍事政権というのが最近のマスコミの取り上げ方としてはラストフロンティアと、最後の未開発地点というふうに変わってまいりました。マスコミというのはですね、今までとこの1年半の間に様変わりいたしました。それまではですね、ほとんどが政治のネタです。なおかつ暗い話題です。スーチーさんが軟禁された、あるいは大きなデモがところが、1年半前のいわゆる軍政から民政への移管はですね、一転してマスコミの報道の内容が変わっておりました。ではほとんどが明るい話題です。例えばどんどん改革が進んでいるとか、解放が進んでいるとか、あるいは、日本の企業も含めて、進出ラッシュだとか、そういう形の報道ですね、いかに開かれた国、政治が変わって開かれた国になりつつあるかというところが今の報道の中心です。最近また少し変わってきたのが、今まで政治経済、
政治から経済、そして少し経済の中でも働くミャンマー人あるいはその生活、まあ、こういったところに少しスポットを当てたような報道が多くなったと思います。まあ、その中でですね、実はミャンマーというのは観光立国としてもですね、1996年からビジットミャンマーというふうにその政策にも力を入れておりました。世界遺産には登録されておりませんが、バガンという仏塔ですね、あのパゴダと言いますけども、それが4000ぐらいあるような、この世のものと思えないようなスケール感、あるいは自然の中での調和、こういったものを感じられる施設です。あるいは、シュエタゴンパゴダというですね、金色に輝く仏塔があります。これはまさしくヤンゴンというところの、ランドマークになるところですけど、まあ、そういったですね、いわゆる仏教に関するような観光資源がたくさんあります。まあ、やがて、ビジネスの世界とそして観光というところから今後ミャンマーは開けていくんだと思います。ミャンマーに観光に行くとですね、あのミャンマーをすごく好きになるという人たちがあります。これは、まあ、主に年長者の方が多いわけですけど、その理由はですね、いわゆる徴用の女とか、そういうふうに相手を敬う、例えば人の前を横切るときには、腰をかがめていくとか、物を受け取るときには必ず両手で受け取るとか、そういった、かつて日本にあったような、そういう人を敬う文化、こういったものが今でも、普通に行われております。まあ、そういったところからですね、ミャンマー人というものに対して、観光に行ったらすぐ好きになるという人たちが多いように思います。かなり特徴としてはですね、穏やかな性格の人たちが多いように思います。その影響は、まあ、一つは仏教というのがあろうかと思うんですが、努力をしてですね、そして極楽に。彼らを語る上でですね、欠かせないのが、いわゆるドネーション、寄進文化です。私は2年間いましたが、帰るときに、同じように働いていただいた40人ぐらいのスタッフがいたんですけども、その人たちがですね、若い人が含めてですけども、次々とプレゼントをくれるんです。開けてみるとですね、その人たちの多分1ヶ月の給料の半分ぐらいするような価値のあるものをくれるわけです。というふうにですね、仏教から来る、ドネーション、まあ、要するに自分で徳を積んで極楽に行くと、まあ、こういったのがミャンマー人が恩和で、そして日本人との親和性が高いと言われることだと思います。もう一つ、ビジネスの今のマスコミの報道から少し私なりに感じたことをお話しすると、今はバスに乗り遅ればいいとですね、何か、みんなが競って焦っていってるような印象をマスコミ報道から受けます。ですけど現実にはですね、まだまだ停電が多いです。で、社会的なインフラというのも十分整っているわけではありません。まあ、大手の製造業とか大手の商社が今言っておりますが、やはり、あるいはその繊維産業とか、縫製ですね、それとか靴、そういったアジアに地盤強みのある中小企業がもうすでに稼働して、もう利益も出されておりますけども、じゃあ今が本当に乗り遅れたら乗り遅れるぐらい今行かないと遅いのかというと、必ずしもそうとは言えません。ある分野、例えば中古車の輸出、こういった分野においてはもうすでに遅いかも分からないですけど、本格的に向こうで生産拠点を設けてやろうといった場合にはですね、まだ今からだと思います。ですので必ずしも見てマスコミ報道から受けるような、もう今行かないと遅いといったようなことはないように思います。でもう少しこう言い方を変えればですね、今チャイナプラスワンとよく言われております。これはベトナムのことを、まあ、指すことが多いと思います。じゃあミャンマーはチャイナプラスワンということになるかというと、それはまだ早いと思います。今の位置づけではベトナムプラスワンぐらいだと私は思っております。人柄もよくですね、ヤンゴンという首都は変わりましたが、それまでの人は気候もよく、そして、バガンという世界遺産に登録されても不思議ではないような観光資源もある非常にいい国です。仕事観光問わず、ぜひ皆さんがミャンマーに行っていただくことを願っております。
3月24日土曜日から30日金曜日までの7日間、四日市大学経済学部の岡准教授はじめ、四日市大学経済学部3年谷裕樹さん、四日市大学環境情報学部2年奥川平さんが、三重県中小企業同友会北西支部エボリューション探究会の皆さんと混合チームを結成し、国際交流とビジネス探究を目的としてミャンマーを訪問しました。現地ではミンガラドン工業団地を見学したり、現地の外国語大学の日本語学科の学生たちと交流したり、またヤンゴーにある小中学校を訪問し国際交流を行いました。今ご覧の映像は三重県中小企業同友会北西支部総会にて行われたエボリューション探究会ミャンマー訪問の報告会の様子です。 ETV 4日台はエボリューション探究会のメンバーの皆さんにお話を伺いました。なぜ今後海外でね、その起業家の活動が必要になってくるかというところに関しては、一番大事なのはやはりその経済っていうものをマクロ的に見るかどうかっていうのが大事なんですよね。今後じゃあ日本の経済っていうものが3年後5年後10年後にどういうふうになっていくかっていうのが一番大事なんですよね。要はその日本だけじゃなくてアメリカ日本であったり先進国ですよね。先進国が今後その世界の中でどういうふうな流れで歩んでいくかっていう、今これから人口が一番世界で集中してるアジア、ミャンマーも含めて、インド、隣のインド、バングラディッシュ、ね、タイであろうが、中国、上の中国、その人口集中してるんですよ。じゃあ今後5年、10年を考えてみたら、15年を考えたときに間違いなく先進国、日本を含めた先進国はもう全て飽和状態、河川化状態、大企業は全て抑えてる。でも今のミャンマーだったりとか、そのアジアの、ね、先ほど言ったようなところに関してはまだまだインフラも含めてサービスも含めて教育も医療も福祉も全て足りない。じゃあ日本で、ね、いろんな競合相手と切磋琢磨して競争しながら日本で成長していくのか、それともまだ今本当に必要としている国で、自分たちのやっぱり地道な努力とやっぱり教育も含めて本当に人、そのミャンマーの国であればミャンマーの国人の人たちと助け合って、ね、本当にその環境を作っていくっていうことを僕はやっぱり一番したい。今日の話は多分8割ぐらいはピンときたと思います、はい、でもう最終的に私が言いたいのは、はい、百聞は一見にしかず、やっぱりここで見に行った人が次のステップを踏むと思うし、かつ組織が動くというのは、はい、実はね、多分ね、今日の話を聞いて、はい、分かる人はね、もしかしたら 5% ぐらい。ただし、組織が動く場合っていうのは、それが 20% ぐらいになった時には全部動きます。今回のやつはすごいいい格好になると思いますよ。皆さん、優秀な経営者ばかりですから。で、こういうのがね、やっぱり伝播していくっていうのが大事な話だと思います。今日の例会でも言ったんですけど、1週間非常に中身が濃い旅行で、私結構国内海外問わずあちこち行ってるんですけど、こんなに中身の濃い1週間はなかったと思います。で、今日の例会って1時間半ですから、その1時間半ではね、とても語り尽くせないぐらいのことをね、経験させてもらったというか、はい。で、まあ、これから中小企業どんどん海外出てくると思うんですけれども、はい、やっぱり一番重要なのは、はい、行き先がの人々がですね、どれだけ日本に対して親近感を持っているかっていうか、別にその日本に対して悪い感情を持っている国にあえて行く必要ないと僕は思ってるんですよ。で、そんなところ行っても多分成功しないと思うし、だから一番日本になんていうか、期待感を持ってて昔から親近感がある、そういう国に行って、そういう国だったら本当に技術の移転もしてもいいし、
ずっと一緒に仲間でやっていけますからね、はい、ぜひミャンマーをそのうちの一つに、加えていただきたいなというふうに僕は感じてます、はい、それでは最後に四日市大学経済学部岡准教授に、なぜ今多くの中小企業が海外に進出しているのか、そして四日市大学と四日市の地元企業とは今後どう関わっていくべきなのかをお伺いしました。四日市大学の経済学部の岡と申します。どうぞよろしくお願いします。まあ、今なぜ中小企業がミャンマーに興味を持っているかということなんですけれども、日本のまあ産業のグローバル化っていうのはこう振り返ってみますと、だいたい1980年代ぐらいから始まったと言われています。で特に1985年にプラザ合意というのがありまして、急速にこう円が高くなっていったと。でその結果、まあ、あの海外で作った方が安いんだということで、海外に、まあ、多くの企業が進出していった。これが一番最初だと思うんですよね。でその頃もですね、まあ、中小企業も多少出ていくようになりましたけれども、でもまあ多くはですね、やっぱり大企業が製造拠点を海外に展開する中で、中小企業もそれに追随して一緒についていくというような形でのですね、海外進出が多かったかというふうに思います。それが最近になってみますとですね、やっぱなかなか実は日本の企業の例えば液晶テレビであるとか家電製品なんかが典型的にそうなんですけれども、なかなかこう海外で日本製品が思うように売れてないという状況がございます。でよく技術に勝って、市場にこう負けるというふうにこう言うんですけれども、この技術っていうのは大企業にももちろんたくさんあるんですけれども、日本の中ではいろんな要素技術がですね、多くは中小企業にあるんだということなんですね。ですのでこの、技術をですね、があるんだけれども、なかなかこう最終製品としてはなかなか売れないという状況なので、中小企業自身はやっぱりこう自らこうマーケットを探して海外でですね、展開しないとなかなかこう中小企業自身の戦略が見えないというのが今大きな状況だと思いますね。そういう中で海外ということをかなり意識し始めた、中小企業自ら意識し始めたというのがここ最近の動きだというふうに思います。海外のですね、状況としては日本を含めた先進国はせいぜい数パーセントの成長なんですけれども、特にアジアなんか典型的にそう、中国もそうですけれども2桁台の成長をするような非常にこう成長市場があります。これも歴史的に見れば、例えばブリックスと言われた時代がありました。でブリックスって2001年ぐらいから言われてるんですけど、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカというですね、その国なんですけども、そういう国々が新興市場だと言われた時代もありました。で少し2006年ぐらいになってくると、今度ビスタっていうふうに言われてまして、ビスタっていうのはベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチンという国々なんですけども、こういったところが非常にこう成長をしている市場だと言われていました。でここ最近は CLMB というんですけども、カンボジア、ラオス、ミャンマー、バングラデシュ、こういったところが注目されているということなんですね。労働賃金も安いということももちろんありますし、ミャンマーなんかで見ますと、アジアの中での最貧国ではあるんですね。で最貧国であるんだけども、ご調子のように非常にこう民主化が一歩かなり急激にこう進んできたとということなので、もちろん安い労働市場というのもあります。でさらに今ちょっと国をいろんな国を挙げましたけれども、特にその、メコン川流域といいましょうか、東南アジアといいましょうか、 ASEAN といいましょうか、そういう中での、中心にあるポジションですね。中国が隣にあってインドとも接していて、インドネシアやベトナムやタイとも近いということなので、大きな巨大な市場の真ん中にあるという意味でミャンマーというのは非常にこう注目されているということなんです。ですので中小企業の方が、そういった背景のもとにですね、もちろんいろんな国があるんですけども、ミャンマーというのも一つの非常に大きな注目すべき国として今最近浮上しているというふうに思いますね。大学と中小企業の関わりということなんですけれども、まず
私はまあ産業分野の専門の教員なので、一つはまあ日本そのものがやっぱ中小企業の国であるということは申し上げておきたいと思います。多数の中小企業も同時に存在しているというのが日本の産業構造なんですね。これはなぜそうなっているかというと、もちろん大企業は大企業のブランドであったり、最終の製品化の企業であったりはするんですけども、同時にやっぱりさまざまな関連産業といいましょうかね、が同時に高度に発達しておりまして、これを産業が高度化しているというふうに言うんですけどもね、そういうものがあるので、やっぱり中小企業もやっぱり同時に存在しているということなんです。中小企業一つ見ますとですね、独自のビジネスモデルを考えて仕事をされておられます。でこの四日市にもたくさんですね、中小企業があるわけですね。もちろん大企業と中小企業を比べれば大企業がいいと思うかもしれませんけども、中小企業の良さもたくさんありまして、一つは非常に機動力があると、小さな会社ですから、非常にこう少し新しいものがあるとすぐにざーっとそこにこう投入できるような機動力がある。これが一つですね。でそれと大学もですね、大学という意味で言えば もちろん日本にいろんな大学があるわけですけども、とりわけこの四日市大学がそうですけれども、地方にある大学であると。でそれほど大きくない、大学であるということなんです。ですので、そういう地方の中小企業と地方の大学がですね、なんか関係を持たなきゃいけない、先ほども話しましたように企業もグローバル化の中で関心はあるんだけども、じゃあミャンマーってどんな国なのって言ってもなかなか身近にミャンマーのことを知ってる人がいないとかですね、他の国もそうだと思います。で身近にそんな 大学に留学生がいるんだったら、ちょっとお会いしましょうよと、会わせてくださいよということ で実際にはベトナムとかですね、ミャンマーとかカンボジアの学生と経営者とかですね、交流しながらですね、やっぱり実際行ってみようという話になったわけですね。その結果、いろんな国を検討したんだけども、学生あるいは経営者のニーズを聞いてて、ミャンマーに行ってみたいよねという話になりまして、それで実際行ったわけです。実際行ってみて、行く前から感じてきたこともありますけれども、やっぱ大学だけでいわゆる研修としていく、あるいは企業だけでもちろんビジネスとして、あるいは旅行を兼ねてですね、行くということはもちろんあり得るわけですけども、やっぱ大学との経営者の方と学生と、これも日本人の学生留学生含めて行くっていうのは、相当すごくメリットがあるなっていうふうに感じています。例えば企業の側から言いますと、非常に分かりやすい話をすると、やっぱりもう現地が分かるやつがいるわけですから、隣にですね、だからいろんなこまごまとしたことをですね、お願いもできる、食事する場所一つにしてもやっぱり現地のことよく知ってるし、我々のことにもよく知ってるから、全然知らないところに行くよりはいい美味しいものを食べれるとか、そういう素朴なこともありますし、多分ビジネスで経営者の方が行くと、どうしても日系企業を中心になって、日本人に会いに行くというような感じになるんですね。ところが留学生がおりますと、例えばその家族とも接点ができるであるとか、あるいはその留学生の友達であるとかですね、そういったところとも交流ができるということで、よりやっぱり現地に行ったという感じのですね、交流ができるということです。それは非常にメリット。さらに企業の側から言いますと、多分ビジネスで行きますと、よくビジネスライクにっていう言葉がありますけれども、かなり本当にビジネスの話をして可能性を考えて帰ってくるということが多いんですけれども、やっぱ学生と行きますと、いやいや、ビジネスじゃなくて、学生の教育というかですね、もう一緒に来てるんだよというふうになると、かなり社会性といいましょうか、企業自身が意識もされますし、お会いしている先方の方々も社会性を感じる、若い人を育てるというような意識をですね、持たれておられます。しかもそこから出るやっぱ信頼感といいましょうか、単にビジネスってやっぱりなんかちょっと本当にこの人大丈夫なのかと思うかもしれませんけど、学生がいて、大学の先生がいながらも企業の話をしているっていうのは、企業が社会性を持って活動していて、そこから信頼感があるというような、ところになるので、非常にそれは良かったんじゃないかというふうに思います。
それとまあ学生の側といいますか大学の側といいましょうか、まあ、これも非常にこうメリットがあったというふうに思いますね。まあ、学生は基本的には大学の中で勉強をしているわけですけれども、やっぱりリアルなビジネスをですね、まあ、に触れるということなんですね。とりわけ経営者の方々ですので、今やっているビジネスというよりは、これから例えばこんなビジネスってやろうと思ったらできそうかみたいなことを考えながら、いろんな人に会ったり考えたりするわけですね。ですからそういうまあリアルなこうビジネスを感じるっていうのは一番のメリットだというふうに思います。ですので、まあ、そういう意味で、まあ、私は、まあ、経済学部の、まあ、教員なんですけども、ぜひこういうその、まあ、経営者の方と一緒にこう海外に行くというようなことを、まあ、学部の中の、まあ、一つの、カリキュラムとしてですね、今後入れていけると非常にこう学生にとっても面白いし、企業にとってもいいし、大学としても非常にそういう場になっていくんじゃないかというふうに思いますね。皆さんに伝えたいことは、多くの人が持っているのであろうミャンマーのエピメディと実際のミャンマーのエピメディが僕の中で違うということです。多くの人はミャンマーは軍事政権で戦争があって危険な国というエピメディを持っているのではないでしょうか。しかし実際のミャンマーは魅力あふれる国だと思います。もちろん全てが良いことばかりだとは言い切れませんが、マイナスの面をプラスにする魅力がミャンマーにあります。もちろんミャンマーは未だにインフラの整備が進んでおらず、インターネットの普及も十分には進んでいません。したがってミャンマー国内から国外への情報は多くありません。思っているほど治安も悪くなく、人からの料理ともたくさんいます。おいしい食事、素晴らしい経験、観光名所も多くあります。そしてビジネスチャンスも多くの存在します。今回はインフラ法律の整備が進む、多くの人がミャンマーの情報に触れることも増え、実際に足を運ぶ人が増えるでしょう。そして興味を持った人はぜひ一度ミャンマーに足を運んでみてください。